これがだからその2歳で亡くなっちゃったゾフィーの肖像画で、これがお姉さんのギゼラで、これがコタシルドルフと、まあ、幸せそうな感じですよね。でこの当時の皇帝一家の写真っていうのがこれなんですよ。まあ、幸せそうなんだけど、これがミュージカル見てる人はご存知ですけど、エリザベトをいびった姑のゾフィーって人なのね。でこの姑はエリザベトのお母さんのお姉さんかなんかなんだよ。あ、血のつながったおばさん。おばさんなんだよ。へー。つまりってことはフランツ・ヨーゼフはいとこなんだよ、エリザベトの。いとこ婚なんだよ、これ。当時は割と普通。当時っていうか、あの、王家はもういとこどこか、もう血が濃い、もうみんな。ね、このおば様に、まあ、いびられるわけですよ。で特にこの人はほら、あの、割と自由な人だったから、行儀が悪いとか、散々いびられるわけですよ。だから、あんまりこう、宮廷にいたくなくなるんですよ。で、旅行に行ったりとか、あとは好きな乗馬ですね。素敵。うん。これさ、何がすごいってさ、この女の人はさ、横座り乗りなんだよね、馬。これ、肖像画のためのポーズだと思ったら、本当に。横座り乗りなんだよ。これで乗ってたんですね。これで、ウィーンに行くとだね、スペイン乗馬学校っていうところが今でも観光名所になってるんだけど、ウィーンの乗馬術っていうのはさ、なんていうのか、あのスペインハプスブルク家の伝統を継いださ、障害なんだよ。飛び越えたりとか。ーへーハードなんですね。そう、結構それやってるんだよ。この横乗りでできるんだみたいな。できるんですか。腰痛そうです。いや、腰やる。それもいけなかったんじゃないかっていう気がするんで、腰やるようになって、しかもやりますよね、この体勢は。コンサートでぎゅうぎゅう締めて。こういう感じというか、ドーンとか来た時にさ、グッキーとかなりそうだけど。なりそうですよね。もう、バコバコ馬に乗っていってるんですよ。で特にこの人、ハンガリーが好きで、当時オーストリア領だった。ハンガリーにこう行ったり、ハンガリーで馬乗ったりっていうのが盛んにやってたんですよね。これ書いたのはフランツ・アダムっていう人で、この人はね、あの当時オーストリア領だったミラノで生まれた人で、戦争画が得意だった人だから馬がうまい。で、だからそのハンガリーが好きで、ハンガリーが当時もうほら、オーストリアから独立しようっていう動きが起きてるわけですよ。でそれを結構応援してたんだよね。で、まあ独立はともかく自治権は認めますよっていうことで、ハンガリーはハンガリー王国になるわけですよ。これをドイツ語でアウスグライヒというんですけれども、で、オーストリア、ハンガリー二重帝国っていうのになるんですよ。で、なぜ二重かっていうと、ハンガリーはハンガリーで王国ですけども、王様はフランツ・ヨーゼフで、王妃はエリザベトですよ、だから。で、ここでエリザベトはハンガリー王妃になるわけですよ。で、これ割とよく出てくる写真なんですけど、これがだからハンガリー王妃としての服を着てるエリザベトなんですよ、これ。で、これ全身像もあって、これはね、ハンガリー王妃としてのエリザベトなんですよ。はい、ハンガリーってさ、マジャール語っていう言葉を話すんだけど、これインドヨーロッパ語じゃないんだよ。系統が全く違うんだよ。なんかちょっとアジア系っていうか、全然言語系統が違うんだよ。それを話せたっていうんだから、そのぐらいハンガリーが気に入ってたっていう。五郎さん、ハンガリー王国になる時は戦争とかもなく、なくすんなり、まあもうやむなしだから、戦争にしたくないから、じゃあ二次王国っていうことでどうだ。で、この人が結構そこで働きかけたね、フランツ・ヨーゼフに。丸く収めましょうって言って、で、私らが向こうの王様にもなりゃいいじゃないですか、みたいなことで、で、二重帝国っていうことで、自治権、ハンガリーはハンガリーで一応自治権を持ったわけですよ。で、これが30歳の頃なんですよ。で、この頃からだんだん肖像画や写真減ってくんだよね。でそれやっぱりそのイメージを守るためなんじゃないかとも言われてるんだけど、まあそれでもそれなりに書かれてはいるんですよ。例えばですね、ちょうどこういうのもあるね。70年代40歳頃になった時の、まあ、ちょっと髪型が変わって前髪を作って、うん、あ、本当ですね、来ましたね、この頃からね。おしゃれ。これとね、ゲオルク・マルティン・イグナツ・ラーブっていう、こんなこと言ったらなんだけど大したことない画家なんだよ、これ。
え、ラブってな。だけど親父が宮廷財務官なんだよ。あ、骨が割とあの骨が太い人で、本来だったらこんな公費をかけるようなあれじゃないんだけれども、ラブ結構書いてるんだよね。これが1879年銀婚式のパーティーの時の衣装なんですよ。これ素敵。銀婚式25、結婚25年っていうところなんですよね。うん、でこの頃に数あるエリザベートの肖像の中で一番の移植作だと俺は思うんだけど、アントン・ロマコが描いてるんだよ。うん、でこのアントン・ロマコっていうのは、まあ、オーストリアの画家なんだけども、はい、あの割とスペイン好きで、ゴヤにものすごいインスパイア、ゴヤリスペクトな画家で、結構荒いタッチ で割とそのモデルの本質を描き出す能力に長けていたと言われる画家なんだけど、はい、よくロマコに描かせたなっていうのがこの肖像画なんだよね。でロマコっていうのはその今も言ったように忖度しない画家だから、これがね1883年、エリザベート46歳の時が、46歳のエリザベートの、まあ、ある意味リアルだと思うんだよね。でもまだ綺麗なんだよ。うん、前髪も前髪まだやってますよ。うん、当時の46歳だともうだいぶなあれですけれども、それでもまだまだいける感じですよね。いや美しいです。はい、でこの頃の皇帝一家の状態がこれなんですよ。これ皇太子のルドルフはベルギーの王女と結婚しました。でギゼラ皇女ね、この人はバイエルン王子と、またほら身内だ、バイエルン王子と結婚してます。みんな長男にもいい嫁が来て幸せやなという感じ。